こんにちは、ゴールデンボーイジム会長の金子です。今日もですね、お昼の癒しの子さんライブということで、歯科医の方からお届けしてますね。今日は仕事が長引いてこんな時間、やれやれちょっと疲れたぜっていうことで、お昼休みなしで今までやってましたんで、それでね、自ら猫ちゃんを求めてこっちに来てます。お、ジャンプするのか。今映ってるのはショコラちゃん、ちょっとおデブな猫ちゃんですね。移動するね、ショコラちゃん甘えん坊くんなんでね、こうやって寄ってくるんですよね。着てる服とか関係なしに、こう T シャツでも何でもね、飛びついて背中に登ってくるんでね、僕に何度も叱られたことです。降りちゃった。よし、ショコラ君はとりあえず置いといて、ではカメラをちょっと隠した上で、はい、とマフィンちゃんです。お、酒井さんこんにちは、ようこそいらっしゃいました。お友達と見てらっしゃるんですね。 ありがとうございます。お友達にもよろしくお伝えください。今日は、最初に映したショコラ君といいですね、猫らしく非常にグデグデしてますね。僕も今の今まで歯科医院業務の方はまだまともな時間に終わったんですけど、その後合間合間にやってた編集作業とかなんとか、今エンコード中で、エンコードバカみたいに時間かかりますよね。 MP4 はちょっとねきついですね。他のはそうでもないのに、処理が余計な処理、こんな話はやめておこう余計な処理を入れちゃったんでね。アップスケーリングとかね、中に入れるとえらいことになります。誰だ引っかいてるのは、誰だ引っかいてるのは、これちょっと俺の後ろからズボンを引っかいて登ってきてるバカ者が、お前大デブなのにもうこの重さでね、ズボンを貫いて肌に食い込んだ日にはほんと痛いんですよね。ほんとバカ者が。よいしょ、はい、おう、すごいアングルになった。あんまり見たことのない映像になりますね、これ。ピントが前にあったり後ろにあったり、いや、肉球。マフィンちゃんの肉球はリュウ君の肉球と違って全部ピンクではなくて、ところどころにこういう黒いのがあるんですね。かわゆい。どんな格好なんですかね、これ。よくわかんない格好になって、猫は柔らかいな。そうですね、すごい格好ですね、はい。佐藤さんからすごい格好ですねとコメントはね。
後の通りですね、そんな長くはやりません。5、6分撮ったところで、終了になります。まあ、僕もあの次の仕事に移らないといけないし、まあ、今ねエンコード中で場所がね移動できないんで、ね、まあ今の間に、ああそういえば今日お昼休みなかったから猫さんライブやってないなと思ってねお届けしております。喉かねこの子らは。3人で見てます。 ありがとうございます。また皆様にもですね、あのうちの猫動画集をよろしくお願いしますとお伝えください。おなんだなんだ、らしく甘え始めたな。今日はなかなかあの面白い絵が撮れるなって言ってたら、ショコラくん来ましたね。ショコラくんが来ました。まあ家もどこでも映してよければショコラくんももっとはっきり映せるんだが、おい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 、僕の胸元に、痛い、これなかなか大変だ。ショコラくん甘えん坊なんでね、僕ににじり寄ってくるんですね。ショコラくんの尻尾で遊んでます。はい、行っちゃった。多分ね、下に降りて今度また足元から僕のことを責めるんでしょう。困ったな、今足元でスリスリしてます。さてさて、お、そう言ってるやで7分経っちゃいましたね。よし、じゃあ今日はこれにて終了です。ちょっと失礼。ショコラくんまた登ってる登ってる、やめなさい本当君はね、甘いもんだね。さあそんなわけで、じゃあ最後にショコラくんのアップでお別れしましょう。はい、じゃあそれじゃあさよならということで、またです。おいおいおい、移動するな移動するな、わかったわかった、仕方ないな、終了終了、登りたいんだね